皆さんこんにちは。ウォッチ情熱応援団団長です。今日はロレックス開封していきたいと思います。ということでロレックスの箱です。早速ですけど外の箱は開けていってしまいたいと思います。ちなみに今回購入したのは我々チャンネルメンバーハチさんです。なんか久しぶりにロレックス買ったんじゃないですかね。きっとしばらくロレックスじゃないものが続いてましたけど、あれでいうとロレックスと青サブ4年ぐらい前になるのかな。あ、その後 GMT 買ってたか、ちょっとその辺覚えてないですけど、ただ3、4年ロレックスは多分買ってないと思います。すごい久しぶりのきっと購入になるんじゃないかなと。中の箱出していきましょう。で今回新品での購入ではないということなので、付属品等々いろいろついてるわけではなさそうですね。これちょっと待って、重いんだけど、重いっていうことはこれステンレスじゃない可能性あるな。もうなんかずっしりしてますこの時点で。ゴールドのモデルか、もしくはプロフェッショナル系のスポーツで重いものっていうとシードウェラーとかディープシーとか、あの辺の感じなんじゃないかなと。詳しい人はきっとこの箱見てわかるんでしょうね。さあ中見ていきましょう。それでは開けていきたいと思います。いざオープン。さあ何が入っているのか、何が入っているのか。お、はい来た。お、デイトナだ。デイトナのこれはホワイトゴールドだ。めちゃくちゃいいぞ。青文字盤かっこいい。アラビア数字ではなくてクサビインデックスの方にしたんですね。めちゃくちゃいいじゃない。青文字盤好きハチさん、ロレックスの青文字盤、そういえば青サブ以降持ってないなとは思ってたけど、ここで行ったんだ。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。まさかのデイトナ。しかもね、デイトナもなんかしばらく我々チームの中で誰が買うんだみたいな、いつ買うんだみたいな話でずっと盛り上がっていて誰も買わなかったんですけど、とうとうハチさんが買いましたね。ちょっと見ていきましょう。サイド、デイトナのケースのサイド、ステンレスなのかホワイトゴールド、まあ、もしくはイエローゴールドなのか金属なのか、要するにステンレスなのかですね。そこで違いがあります。非金属の方はラグがこう落ちた後平らに切られている形状なんですよね。これステンレスの方はもう少しこうリキッド感のあるメタルっていうんですか、もっとこうシュッとした作りになってます。まあ、やっぱり貴金属なんでこう贅沢に使ってるっていう感じなんですかね。現行のステンレスはこの形に変わったみたいですけどね。これちなみに現行なのかどうかっていうと、これ後でマクロで見ないと分かんないと思うんですけど、ここ 6G1 の下、まあ、今こう通常レンズなんでちょっとピントが合い切らないんですけど、 6G1 の下に王冠が入っていれば現行モデルで、これは入っていないので前作になるのかな。なのでレフ版でいうと116509、おそらく。でっかでか、すごい、わお、お見事。うわー、ここの写りいいですね。やっぱ違うのかなステンレスとね。やっぱ色感だけ見るとステンレスなのかホワイトゴールドなのかってパッと見分かんないんですけど、実際並べてみるとこの輝き方はやっぱりホワイトゴールドでしか出せないんでしょうね。うわすごい。ちょっと外してみましょう。はい、外してみました。いや、いい色だな。この青も結構光の加減で表情を変えてくれる感じなので、またその辺は画角を変えて細かくお伝えしていきたいと思います。このインダイヤルの内側の縁も赤いんですね。こういう一工夫というか、よりスポーティーに作るっていうところはデイトナの中でもホワイトゴールドが選ばれやすいんですよね、過去の流れとしても。
例えばアラビア数字を使っていたりとか、今最新作でルマン24の100周年記念モデル出てますけど、限定であれもかなりスポーティーな作りですよね。で、素材は何かというとホワイトゴールドなので、ステンレスではなくてプラチナでもなくてホワイトゴールド、スポーティーに作るならホワイトゴールドっていう位置づけなんでしょうね、きっと。裏はソリッドバックです。これ中古品なのかな、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。未使用品かもしれない。ちょっと画角を変えてもう少し細かいところまで見ていこうと思います。画角を変えてみました。クロノグラフを動かしてみてます。いかがでしょう、さすがにここまでアップにするとより分かりますかね。インダイヤルの赤いラインより目立つかなと思います。 6G1 のところにあるインダイヤル、これは秒針になるんですけれども、その上にあるデイトナーという文字、今長針で少し隠れてはいますけれども、その辺の赤い文字っていうところもここまでグッドアップにするとより目立つんじゃないでしょうか。青の中に赤ってなんかすごくレーシーでかっこいいですよね。少し光の具合を変えながらより見ていきたいと思いますけども、今この窓の光直接当ててる状態です。今自然光だけですね。こんな感じでドレックスのサファイア風防、結構反射が激しいんですよね。キラッとしてかっこいいんですよね。で、正面の方に向けると結構鮮やかなブルーになって、そして少し傾けていきます。この辺り分かりますかね、ちょっと赤い明かりが当たったところ、この辺になるとよりインダイヤルの内側の赤目立ちます。それから針の色とかもですね、この辺になってくると、ちょっと赤っぽく映るんですけど、実際はホワイトゴールドなので銀色です。こんな感じで角度で遊べる、角度によって表情を変えてくれるっていうのは綺麗な文字盤である証だと思います。ではもう少し光の感じを変えてみたいと思うんですが、はい、ちょっと強すぎますけどあえてこのぐらいでいきますね。赤いライト当ててます。バーとか飲食店とかこういった赤いライトのところ多いと思います。より赤いラインはっきりと映りますね。このライト当ててみて今初めて私も気づいたんですけど、このインデックスのこのね、ここ外側分かりますか、ミニストラックが彫ってあるんですけど、この5秒刻みっていうんですか、5秒刻みのところ赤くなってるんですよね。こういったところも実は後から気づく面白さがあるんじゃないかなと思います。で、あとは少しこれまた角度若干変えますね。若干変えますけど、どのあたりが分かりやすいかな、ここが多分分かるかな。この位置でよく見ていただくと、インダイヤルとメインの文字盤の間、ここがよく分かりますね。 3G1 のインダイヤル30分積算系の周り見ていただくと、メインの文字盤からインダイヤルに向かってくぼんでるんですよ。綺麗にくぼんでる、傾斜がかけられてるの分かりますかね。ここも仕事めちゃくちゃ丁寧ですよね。通常というか普通に作る量産って考えた場合、メインの文字盤とインダイヤルの位置、メインの文字盤の厚み分だけストンと落としてしまえばそれで終わりになってしまうんですけど、ロレックスさんそうではなくて、ちゃんとくぼませて段差がないような形、緩い傾斜をつけて段差を消して綺麗にインダイヤルを収めてるんですよね。こういうところにロレックスすげえなって毎回思うんですよ。本当に仕事が細かくて、それを言わないっていうのがロレックスのかっこよさなんじゃないでしょうか。はい、ということで着用許可いただいているので着用してみました。着用感なんですけど、貴金属特有の重さがありますね。ヘッド側に重心が寄ってる感じになるので少しだけ重さを感じます。なのでベルトは結構カチッときつめにつけた方がいいかもしれませんね。もちろんこのダブルバックル、ここの改良もされているので、こっち側へも重心しっかり寄った作りにはなってるんですけど、ただやっぱり貴金属になって全体が重くなってる分、よりその重心バランスの違いというところは感じやすくなってるかもしれませんね。ステンレスに慣れているとこの重さ、最初慣れるまでちょっと時間かかるかなとは思います。ただめちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。重さのこととかつけ心地のこととか、本当にどうでもよくなるぐらい綺麗でかっこいい。サイズ感も抜群ですよね。デイトナ本当にすごいなと思うんですけど、この厚み 12.5 ミリしかないんですよ。で、
40ミリ径でしょ。その中にパワーリザーブ72時間垂直クラッチのクロノグラフのムーブメントが積んであるって、結構他のブランド探してみてもないんじゃないかな、そのぐらいのスペックのものって。実は素晴らしいことをやってます。そして着用イメージですけれども、今白い T シャツに合わせてみてます。スポーツウォッチなので、やはり T シャツ1枚で軽快に使いこなすっていうシーンはすごく合ってると思います。青の華やかさと白 T の爽やかさと、さらっとつけこなすとめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないでしょうか。それからジャケットにも合わせてみました。ホワイトゴールドは一見ステンレスとの区別がつきづらいので、意外とビジネスシーンもいけるんじゃないかなと思います。ステンレスの黒とか白よりも、もしかしたらこっちの方が使いやすいかもしれませんね。ベゼルが金属なので、実は意外と使い勝手いいような感じがします。といったところで、本日はデイトナホワイトゴールドブルー文字盤の開封動画をお届けいたしました。最後に簡単にスペックの方をお伝えしていこうと思います。こちらリファレンスナンバーが116509です。ホワイトゴールド製のケース、そしてブレスレットもホワイトゴールド製。ケースサイズが42ミリ径の厚みが 12.5 ミリです。搭載されるムーブメントはキャリバー4130、パワーリザーブは72時間、毎時振動数は 28,800 です。機能としては真ん中に自分針、そして6時位置に秒針、それからクロノグラフの針が真ん中、そして3時位置と9時位置に積算計が配置されています。この青がとにかくいいなって思えるモデルでしたね。ベゼルまでホワイトゴールドっていうところも個人的にはすごく好きなポイントです。いやー、ハチさん本当にいい買い物をしましたね。こちら購入対談はまた後ほどお送りしたいと思います。ぜひそちらも楽しみにお待ちください。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。